ハロー、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日はファイナルファンタジー14、グレのリベレーター編第143回配信を撮っていきたいと思います。現在、門前事情、そのままいらっしゃいますが、ヒエン様が。話を聞いていきましょうか。レベル67クエスト、最後の余白。なんかもらえる。門前事情のヒエンは、重大なことをひらめいたようだ。シャメイ、頼む。先に列車に戻って皆を集めてほしいとアルフィノに伝えてはもらえんか。合わせて後人族からも連絡役をよこしてほしい。わしもすぐ戻るゆえよろしくな。そうか、海賊衆や後人族とも連携が取れればありがたいですね。ヒエンド、アルフィノへの伝言頼んだぞ。というわけでレッシアンまで戻りますかね。さて、レッシアン付近まで戻ってまいりました。まず眼光鋭い女侍さん、奴の動きをつかめただろうか。なんと答える。人狼族と会っていた。何かの取引をしていた。どっちでもいいとは思うんだけど、取引っぽかったよね。取引をしていた。渡していたものの想像はつく。ここ最近、各地の協力者から送られてくる物資や支援金の一部が忽然と消え失せてしまっていたのだ。もしや野党と化した人狼族に渡っているというのか。ドマ再興のため結束せねばならない時というに。結束せねばならないという時に、あとは我らが引き取るとしよう。協力に感謝する。コプリート。内部に不穏分子おるのは嫌だな。大変だろうけどね。さあ、報告いっぱいあるよ。じゃあ線の細い女です。書物かな。ああ、なんと礼を言えばよいのか。この書物には計り知れない価値があるのだ。そなたは知らぬだろうが、著者は六槍家の先々代の当主。当主の座を息子に譲った後、本草学の研究に明け暮れた人物でな。古くから伝わる伝統的な薬学から、彼自身が発見した新種まで、これには様々な植物の葉や実、種の効能が記されておる。解読すればドマの再興に役立つ知識が得られるに違いない。冒険者殿、そなたには感謝してもしきれぬ。ありがとう。本当にありがとう。コンプリート。いやいや、アリゼちゃん久しぶり。あら、どこかへ出かけてきたの。うん、ちょっと野暮用で。付き合ってくれてありがとう。共に巡り酒をまいてもらった場所は、どこも我が同志が帝国との戦いで散った場所なのだ。代理総督世継が見せしめに門前事情を破壊しようとした時、勇敢にも抵抗し命を落とした仲間たちの名。西方の英雄に酒を汲んでもらえて仲間たちも喜んでいるに違いないだろう。お主のような心強い仲間ができたことを同志たちに知ってもらいたく、かようなことを頼んだ次第。最後まで付き合っていただき心から感謝する。うん、いいんだよ。そしてよいしょ、元城さん、我が子らを倒していただきありがとうございました。あの巨体の清房は今は亡き我が父の最後の策でした。父が精魂込めて作った清房たちが亡霊のようにさまよい続けている姿は忍びなかったですが、これで気持ちに一つの区切りがつきました。人形師として私には今やらねばならぬことがあります。それは真の意味でドマを守るからくり兵を作ること。時間はかかるやもしれませぬが、必ずや成し遂げてみせます。
重ね重ね、ありがとうございました。すべての人魚師に代わり、お礼を申し上げます。コンプリート。いやー、ほんと、しゅうさん、お疲れ。皆さんがアジムステップへ行かれている間、新たな仲間が加わってくれたのですよ。以前より少し活気に満ちたと思いませんか？うん、ボスさん。こたびの作戦は。あ、これ聞いたやつだね。花芽さんへ報告。シャンベイ殿、黄金色の遺跡は手に入ったでしょうか？そう、本当に宝石ジュエリーだよね、これ。おお、なんと美しい黄金の輝きでしょう。ご協力、感謝いたします。身元は伏せさせていただきますが、この遺跡を送りたい相手とは、長年、同志たちに資金を提供してくださる、あるご老人なのです。心身ともに壮健な方ではございますが、ご高齢であるのも事実。そこで、願掛けとして、縁起が良いと言われている、この遺跡をお送りしたかったのです。シャンメイ殿に力を貸していただけたこと、改めて感謝いたしますね。コンプリート。いやいや。戻ってきたけどセリフ変わる。一緒だね。じゃあ、アルヒノ君。ヒエン殿が柵の変更を提案したいと。わかった。では今一度、皆に集まってもらうとしよう。それから、後人族もだね。そちらも急ぎ、青コーラに連絡を取ってみよう。彼らが到着するのを待って、緊急会議だ。うん。青コーラの使者、到着したわよ。やっほー、毎度ごひいきに。長老に言われて代表で来ました。ソロバン、久しぶりだね。一緒に戦えて嬉しいよ。では、わしから一つ提案させてもらってよいか。呼びつけてすまんな。こたびの作戦はすでに聞き及んでいると思うが、それにあたってそなたら青コーラに相談がある。まじないの類でも道具を使ってでもいい。そなたらは水中からドマ城の城壁を崩せるか。できなくもないよ。水雷を仕入れてオイラたちの術も合わせれば、おそらくドッカーンと。よし、ではその準備を頼む。現状の作戦を一つだけ変更したい。青コーラは海賊衆と別行動だ。作戦開始に合わせムニコを遡り、上流側の城壁を爆破、ドマ城を水没させてくれ。待たれよ。今は敵陣なれど、ドマ城は取り戻すべき祖国の象徴。それを水に沈めるとは何故にござるか。無論、勝つためだ。水攻めがなれば、城内にいる敵戦力の大半を一掃できる上、夜露の逃げ場も天守閣の上部に限定される。本当によろしいのか。城に格別な思いがあったのは誰よりも若と父上でござろう。
ドマとは城にあらず。民が生きれば城などまた建て直せよ。故に今は民と共にこの戦を勝ち残ることのみ考えよ。わしらの国が何かを失うのはこれで最後だ。ヒエン殿、あなたのお覚悟しかと受け止めました。私には何の異論もありません。勝ちましょう。何としても必ず。おいらも了解だ。あんたたちの決意にきっちり応えようじゃないか。長老に伝えて早速準備するよ。皆のおかげで戦の準備はおおよそ整った。青甲羅からの報を待って作戦を決行とする。各自最後の仕上げを頼んだぞ。最後の仕上げ。よし、ヒエン殿はなかなかでもいい策だと思う。いい策だよ。そなたと城を見ながら話しておったらふと腑に落ちてな。付き合ってもらった甲斐もあったというものだ。これね、でもめちゃくちゃいい策だと思うんだよね。あのね、敵側からしてみたらさ、まあ、もっとドマの人たちが反乱を起こすとしたらさ、やっぱドマ城を無傷でなるべく奪還し返したいと思うのが多分一般的な考え方だけど、まさか城を破壊する可能性があるのにそれをやってくるとは思わんもんね。あるよ。作戦開始に向けて最後の仕上げだ。皆の方はどうだろうか。ユイさん、貴殿の尽力もあり戦支度はかなり進んでいる。それでもギリギリまで調整を要するだろうが、私も当日は他の上人に忍び部隊を任せ、貴殿や飛燕様と共に土間城へ突入する予定だ。どうかよろしく頼む。いや、こちらこそ。城への突入の機会を与えてもらえたことは光栄だ。精一杯務めを果たそう。じゃあディセス、よし、それじゃあ私は村の方へ戻るよ。貫之さんやみんなが頑張ってくれて準備もあと一息なんだ。あの調子ならきっと間に合うはず。私もあと少し頑張ってくるね。ただね、ちょっと心配なのが、リセさんってすごい頑張るって言うんだけどさ、頑張っとる子がなんかこう、これ以上頑張るのって大丈夫かなって思う時はある。無理しないでなっていう。スパルさん久しぶりやね。飛燕様が戻られる日をどれほど待ち望んだことか。これで解放の機運も一層高まるというもの。さて、列車について知りたいことが終わりですか。これ前聞いたよね、キャンセル。ごめんな。アジセイ出そう。さて、私もあとはアルヒノと最終確認をするだけだわ。作戦では別行動だけど、あの約束はまだ有効だからね。全員必ずまた無事でよ。もちろんじゃ。じゃあゴーセス、兵の仕上がりはまずまずといったところでござる。あとはよく休養し作戦に備えるのがよかろう。お主もせわしくあちこちを走り回っていたようだが、心身の備えは万全でござるか。ついに決戦だ。悔いなきように迎えねばな。あ、決戦なんだね。
作戦についてはお主にとやかく言うものでもござらん。決戦なのか、本当に。まだな、あの我の覚悟があんまりできてないんだけど。アルヒノ君、いや、みんなまだ準備で忙しくしているものの、大きな問題は起きていないようだね。青甲羅次第ではあるが、明日には作戦決行となるか。君には土間町に突入するという肝心な役目がある。ここまでも手伝いに奔走してもらったし、私としては休んでもらいたいのだが、どうだろうか。もう休む？1、そろそろ休んでおこう。2、もう少しやることがある。これあれか、休んでおこうって言うと話が進んじゃうのかな。まあ休んでおこうか。ああ、ぜひそうしてくれたまえ。お疲れ様。そして明日は頑張ろう、シャンメイ。うん。もうちょっとね、レベルが上がりそうだからね、コンプリートもらっとこう。まだ起きてたんだね。私は村のみんなに追い出されたとこ。一番暴れなきゃいけないんだから早く寝ろってさ。明日は決戦になりそうだね。緊張してるけど、どこかで流行ってる自分もいて、なんだか不思議な気持ちだよ。変わる予感っていうのかな。戦いが終わった時、私たちは何を得て何を失ってるんだろう。私、力いっぱい戦うから、この旅で知ったことや思ったこと全部を込めて一秒一秒を戦い抜くんだ。それじゃあ先に寝るね。あなたも無理しちゃダメだよ。そうだ、あなたが寝るときにでもアルフィノたちに声をかけてあげて。今はまだそっとしておいた方が良さそうだからさ。お、そなたもまだ起きておったか。どうだ、こっちで一杯。ちょうどいい。お主にも注意を促さねばと思っておったところでござる。こら、豪説やめておけ。まったく、酔ったそなたは説教臭くてかなわん。明日のことは皆で十二分に話しただろうに。土間城の水攻めもいい加減に腹をくくったらどうだ。無論男に二言はござらん。ただいよいよ決戦かと思えば、これまでの苦労が思い出され、あれやこれやと口を出さずにはおられんのです。拙者は侍大将という大層なお役目を頂戴しながら、この人生において二度も大きな失態を犯したのでござる。一度目は25年前、力及ばず帝国に敗れ、主君を
幽閉の浮き目に合わせたこと。拙者も監獄につながれ、死して詫びることばかり考えておった。しかし海燕様はやっと許された面会の機会に、あろうことか拙者を呼んだのでござる。そして生まれてくる息子春坊のために生きよと命じられた。さようでありながら、拙者は二度目の失態を犯した。先の反乱で海燕様を討たれ、お守りすると誓った飛燕様さえ亡くしかけたのだ。まっこと拙者ばかりがおめおめと生きながらえ、なんと厚顔無恥であろうか。お二人の皆のおかげで、かような不忠者の拙者もこうして再び大義のための出陣と相なった。かたじけない、まことかたじけない。たわけ泣くのが早いわ。涙というのは、喜ぶにせよ悲しむにせよ、結果という行き止まりが見えてこそこぼれるものだ。わしらはまだ道半ば、終わりを察するには早すぎる。しかるうちはお互いただ笑っていよう。しかし、そなたらのおかげでここに至れたというのには、わしも同感だ。この恩返しはいずれ必ず。まずは明日、そなたの力を存分に貸してくれ。夕霧もいつまでそこに突っ立っておる。眠らんのなら、おれ、そなたも付き合え。申し訳ございません。立ち聞きなどぶしつけな真似をいたしました。主命とあらば慎んで。さあ、一夜明けたわけですが、いや、開けたのか。おはようでいいのかな。君もよく休めたかい。私の方はおかげさまで途中から寝床に戻ってぐっすりだ。アリゼは目覚めてから何やら悶絶していたわね。元気が有り余っているようでよかったよ。なんで悶絶してたんだろう。一緒に寝床を放り込まれてたのかな。どうなんだろう。どうしようか。今回ここまでに。いや、ちょっと待ってよ。これなんか話しかけたらすぐ ID が開く気がする。いや、まあ、とりあえずここまでにしておこうか。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。